新潟には5000キロカロリー超えのメガ盛りカレーもある。そのお店は食いしん坊が集うメガ盛りの名店バンライ。店に入るとはい、麻婆丼の大盛りです。お待ちどうさまでした。丼からこぼれるほどのメガ盛り料理、さすがメガ盛りの名店。どの料理もあふれんばかり。そしてすでにメガ盛りカレーを食べきった木下に感想を聞いてみた。ごちそうさまでした。いやもう最強のカレーでした。もう苦しくなりましたね。木下でさえ手強かったという5000キロカロリー超えのカレーまであと30秒カウントダウン。いきなり豚肉に包丁を叩きつけるお母さん。どうやらカツカレーらしい。しかしこの後信じられない光景が。お皿にご飯を盛るのだが、炊飯器とお皿を往復しまくり。そう、こちらがバンライ名物大盛りカツカレー、別名チョモランマ。そのカロリーは優に5000キロカロリーを超える。重量はなんと 3.6 キロ。ちなみにこちらのチョモランマ、山のように高く盛られたご飯にたっぷりのキャベツと揚げたての分厚いとんかつを丸ごと1枚豪快に乗せて、その骨格は完成。そこにたっぷりとルーをかける。重たいの。うわー、うまそうだな。重たい。これでもかとかけられたルーはなんとお玉8杯分。お盆にこぼれすぎ、メガ盛りの域を超えている。いただきます。大食いアイドルのプライドにかけ、新潟3軒目のメガ盛りに挑む。しかしなぜこれほどのメガ盛りカレーを作ったのだろうか。きっかけはお父さんが入院した時、そんなに休んでらんないから私が今度は調理場の方入って、それからだんだんいっぱいになってきた。腕の割りの量でカバーしてる。そして食べ始めて1時間後、ついに、ごちそうさまでした。完食。これでわずか1350円。食べきる自信のある人はぜひ。 Yeah